はい皆さんおはようございます。KYC 秀子と池畑秀之です。えっとですね、今日はあのちょっとこんな感じですね、あのセミナーっぽくですね、えー、お届けしたいなと思います。え今日はあのいつもよりかちょっと長めにですね、この本の中身を凝縮してお伝えしたいと思ってますので、ぜひですね、えー、ご覧ください。よろしくお願いします。 えー、それではではすね早速ですけども進めてまいりたいと思います。えー、まずですね、えー、あなたにとって化粧とはということで,ですねちょっと今日はあのね、えー、少しあなたの化粧について、えー、気に留めていただけるというか見直していただけたらとそんなきっかけになればと思っています。はいで、まあその前にですね今日僕があのどういう まあ僕のこと知っていただいていると思いますけども、まあ、知っていただいていない方も、えー、初めての方もみあの見ていらっしゃいますので、ね、少し自己紹介させていただきます、まあ、18歳の頃がが、ね、実は自動車学校の教員をしてましてです、ねまあ、学校の先生になりたかったのも、ね、あって、えー、自動車学校の教員をしていってそこからです、ね、2年ぐらいでその会社がです、ね、閉鎖になってでそこから20歳に外食産業に入りまして、えー、出す皿をし その34歳に脱サラをしたときにです、ね、ちょうどこの美容に出会うわけなんですけれどもこの時にですね実はあの自分の人生で一番転機がありまして、まあ、離婚と不死家庭でスタートしてそして脱サラしたもんですから起業して今の KYC というブランドを作るまでの、まあ、いろんなお曲折をしてきたわけです。 で37に、えー、独立をしてです、ね、39でいきなりもう会社を立ち上げてです、ね、で41歳ぐらいで、まあ、j イマンというジャパンメイクアップアーティストネットワークの理事になってで今はその w a b という、ね、プロデュース和,和,和歌山のワードですね美人って書いて w a b ねこれを全国展開にワビト塾というのを今やっておりまして、まあ、おかげさまで56歳にして。 去年全国出版をしたとこんな流れになっておりますまあ本当にね僕12歳から牛乳配達をしながらですねよく働いたなと思いながらね、働いてきたんですけども えっと、まあ、自動車学校の教員もしたりですね。外食産業をしたりしたことによって、非常にたくさんの方々をこうトレーニングするっていうんでしょうか。そのたくさんの方々をこう育てるっていうことにね、すごい機会をいただきまして、それがですね、今、実はこのメイクアップの業界でも生かされてるって自分で思ってます。で、特にですね、僕は父子家庭で、えっと、三十四から十七年間、父子家庭でずっと娘をね。 3歳6歳の娘を育て上げてで50歳にしてやっと、ね、再婚ということで今はですね この不死家庭を経験したことによる、えー、女性と男性のこのギャップというものもね認識してるつもりです、まあ、そういう部分で、えー、この女性の生活というものは、えー、まあ普通の男性よりかよく知っているというね、えー、ふうに自分では自負をしております、まあ、そんなことですね僕今自身ですね会社を経営しながら、えー、アーティストとしては KYC カメラマン表現者 それから、講師コンサルタントをさせていただいたり、カリスマワイトプロデューサーとかね、それから今、ジェインマンのね、理事、これ検定ね、メイクアップを検定とか、広報員とかをさせていただいてます。まあ、僕自身もですね、まあ、こんなふうにしていろいろと顔が変わってきたわけです。まあ、本当に25年前はね、あのお父さんかというぐらいの写真ですけども、まあ、ここからこの美容の業界に入って、 自分のです、ね、やっぱり見た目というものをどういうふうに変えていったらいいかということをかなり意識して、ね、自分の中で部屋を変えたり、えー、着る服を変えたり、まあ、いろいろ研究して僕もいろんな方に学びながらです、ね、やってまいりましたそしてです、ねまあ、あの今、たくさんいろんなことで、ね、情報発信をしてますんで、ね、ぜひあの、まあ、自分のプライベートも含めたくさんのことを、ね、お伝えしてますんでこの Facebook、インスタ、アメブロ、YouTube も、ね、今4つチャンネルやってますでまあ総合チャンネルは8年前からやってます でメイクの専門チャンネル、プライベート、今、あのアクアリウムとかですねコケテラリウムとかね、まあ、そういうのも配信をしながら、そしてですね去年からこの限定で今、配信しているところですね、Facebook のメイクでげが、えー、笑顔になろうという。この Facebook の限定のグループ、それから日本女性を元気にする会とか、まあ、いろんな主催をですね、オンライン上でスタートしております。まあ、本当に1年前のコロナ禍の3年、ちょうど3月ですから、ちょうど1年経ちましたけど、この1年間にいろんな部分をそういうコミュニティを立ち上げてですね、今やってると。そして今、ここで今配信をさせていただいているということになります。これは限定のグループでやっております。まあ、そんなことはですね、本題に入らせていただきます。さあ、見ていただいているあなた、このあなたのですね、 化粧っては、化粧ってあなたにとって何でしょうかと、ちょっと考えていただきたいと思います。まあ、本当にね、女性の人生は化粧と言ってもね、過言ではないというふうにね、思ってるんですね。化粧に現れるその心理状態とかがね、実はいろんなあの女性の人生に影響してるということは言えると思いますが、まあ アンケートを取ったわけですね。まずはアンケートを見てください。これ。本当にめんどくさいものっていう人が非常に多かったんですね。それから迷い大きいもの、なくてはならないもの。でね、楽しいものとか、単に生活の一部とかね、ワクワクするものって、この、何て言うんでしょうあの、ネガティブなものの方が多いんですよね。ちょっとこうワクワクするっていうのは、ね、本当に少ないんですね。でそんな中で、 どれぐらいの頻度でやってますかということで見ますと、まあ、ほぼ毎日は多いんですが、このオレンジで塗ってるところね、週に1、2回、仕事のときだけ、ほとんどしない、これをですね、パーセンテージで見ると半分以上あるということなんです。だから僕らからすると、男性からすると、メイクってすごく楽しむんちゃったんかなと思ってたんですね。ところが女性の…の 立場からすると、なんかしやな仕方ないとかね。めんどくさいけど、なんかやってやな、仕方ないとかね。まあ、そんなふうに思ってる人が非常に多い。で、そんな中で100人のアンケートで一番悩んでるとこどこって言ったら、眉メイク。これで、ね、実はね、これベースメイクってのは多いですけどね。これね、ベースメイクっていうのはスキンケアというものがね、非常に含まれてるので、本来はメイクって言ったら、やっぱりこのパーツで考えたときは、眉っていうふうに、もうこういう、 思いっきり出てますよね。眉がね、多いんですよね。もう、アイメイクがもうほとんどかなと思ってたんですけど、眉が多いんですね。まあ、そういうところで、眉さえうまくかければ、相当ですね、メイクの悩みを解消できるということで、僕は美眉メイクっていうのを、とにかく、えー、言ってるわけです。はい。で、そのメイクやお顔に対する考え方をですね、少しだけ見直すだけですよ。自然と今以上に美しくなり、 メイクにも迷いがなくなり自信が持て素敵な人のご縁があったりお仕事の成果アップや人間関係が良くなり楽しくハッピーな時間が増えていくとしたらいかがですかこれは本当に本の題名にも書いてますように決め手は1ミリ美眉メイクって書いてますけど。 もうそれほど1ミリの世界でですね、実は大きく人生が変わっていくということはたくさんの方々見てます。本当に1ミリの世界というのは心の1ミリを整えるという意味もありますんで、ちょっとですね、そのあなたの今のメイク、めんどくさいなとか、なんかメイクはもうダサいでやってるわって思ってる方は特にですね、今回ちょっと見逃さずに最後まで聞いていただけたらと思います。で、この、えー、今、 言っててるこことを全てですでねのの全国出版の本にですすね納めております本当に20何年やってきたことをね集大成として入れてますんで、ぜひね、まだご覧になってない方はチェックしてください。で、この三つの顔っていうところがありますけど、これは何で三つの顔を作ってるかということも今日はお話していきます。でですね。 まあ本を持っていただいている方は分かっていただきますけども、まだの方はちょっと説明させてください。第1章には、やっぱりメイクっていうのはすごい影響力あるんですよ。それから人生を変えるだけの効果があるんですよ。心理面でも、外見面でもすべてそうですね、言えるということを第1章、第2章で書いています。で、第2章はですね、基本的なプロのメイクアーティストがするような、基本的なメイクのテクニック、ノウハウを 詰め込んでいますそれから、特、えー、起すべきはこの第3章第5章にですね、ノータイプメイクという、今までの業界にないものをですね取り入れてるというね、これがですね、コミュニケーションメイクっていう、えー、僕自身のオリジナリティなものですね、えー、本当にあの商標登録を入れてるぐらいなので、ちょっと普通のメイクが違いますよということをお伝えします。 そして今日は、えー、プチセミナーということなので27ページにある誰に何と言われようともあなたはあなたでいいというのと第5章130ページの3つの顔を持つと魅力の可能性が広がるということをちょっとお伝えします、えー、まずですね人のメイクについて思ったことはって書いてますがあなたは人のメイクについてどう思ったことはありますかっていうことをちょっと考えてください例えば地味なメイクやなってあの人地味やなって思う場合 派手なメイクやなと思う場合、それからちょっと怖いな、きついなって思う場合、いろいろあると思うんですね。でも大きく分けると、この3つぐらいのパターンで人のメイクっていうのをちょっとこう観察したりしたことないでしょうか。なんか地味やな、派手やな、きついな。それと同時に、 あなた自身が言われたことないですか友達に。あんたもうちょっと化粧ぐらいしたらとか、えー、もうちょっとこう、あの、口紅色を塗ったらとかさ、まあ、いろいろ言われたことないでしょうかね。それとも、狭いから押さえたら、その唇浮いてるよとかね、まあ。そうやって友達に言われたり、メイク怖いから緩めたらとかね。えっ、ー、と、アイラインちょっと引きすぎやよ。怖いよ、それ。みたいなね。そういうふうにして、えー、っと、相手から言われる場合もあるかもわかりません。このパターンもですね、大体この3つ大きなパターンとしてはこういうことなんです。 これは僕らプロのメイクアーティストがアドバイスするときに、この3つのパターンが皆さん、えー、すごくバランスが悪いということがあるので、そこを3つ特化してるわけですね。で、同じメイクを見ても感じ方が違うという、今こう写真出てますけども、本当にこんな写真の、これをちょっとあの、えっ、ー、と、あれですと、えー、どんなメイクっていう、ちょっと言えないぐらいのメイクにしてるんですけど、これをね、地味と思う人もいてるんですね。ちょっと前渡りがちょっとひ弱やなと。 弱々しいから、ちょっともっとはっきり書いて、華やかにしたらええんちゃうかなって思う人もいてるんですね。とにかくこれ、派手と思う人もいてるわけですね。まあ、服も結構色使ってますし、あの口紅もね、綺麗にいけてると思うんだけど、派手っていう人もいてる。そしてこれ、怖いと思う人もいる。アイライン引いてるアイラインがちょっと囲んでるから怖いっていう人もいてる。というふうにして、人によって見方が違う。 これ皆さんだったらどう思いますかあなただったらこのメイクをパッと見た瞬間に初めて初対面でこの人が来た時にどんな感じを受けますかこれが見た目で判断されるという一つのパターンになります。で、このメイクを見てですね、どういう心理状態の人かな、どういうタイプの人かなっていうのを読み解いていくっていうのが実は僕のメイクアップのまあ一つのテクニックになります。で、なぜこういうふうにして同じメイクを見ても違う感覚になってるんでしょうかということです。 同じメイクね。一つのメイクを見ても、人によって見方が違うって、これ、なでやと思いますかこれもですね、ちょっとかなり僕も悩みなんですね。なんでこんだけ人、同じメイク、いいメイクをお伝えしてても、人によってはすごく喜んでくれるし、人によってはちょっとまだもうちょっと物足らない、人によっては派手やから、口紅取りたいっていう人もいてる、まあ、それぐらいですね、本当にメイクって奥深かったわけです。で、実は行き着いたのが、僕はこれやと思うんですね。まず1つ目、家電、DNA。 これね両親から受け継がれているこれ魂の記録とか、ね、DNA の記録、必ずあると思うんです。だから今現状のあなたが感じているメイクの仕方とか、メイクの人のメイクの見方、感じ方もね実はこういう意識無意識のうちにこう引き継がれているものがあるということです。これが一つ、これは言えます。これもねあの本当に僕、いろいろ経験していると言えると思います。 それともう,二,もうあの二つ目ね、これは大事です。環境、生い立ち、性格の違い。それはそうですよね。例えば、あなたが美容家の元に生まれた家庭で育ったら、それはもう美意識高いが当たり前。例えば、化粧品販売のお母さんの元でずっとそれを見てると、化粧品に憧れたりするのも当たり前。とにかく、両親、先生、友達付き合い、それから職業ね、両親の職業に影響されたり、それから最後に書いてる脳タイプの違いっていうの、これがあるんですね。 このノータイプっていうのはこれ,これがですね、僕はあとから分かったわけです。これ、ノータイプが違うとですね、それは見方が違うわけです。そもそも本人が生まれ持った時の気質というものをより理解してる人っていうのはほとんどいらっしゃらない。で、それをですね、知ることによって、 実は私の脳タイプはこれだから、漁師の脳タイプと違うから、こういうふうにギャップが生まれて、当然、考え方とか感じ方が生まれて、当然と、こういうふうに、ねえー、思っていただけるといいと思います。この3つが複雑に絡み合ってるので、同じ人のメイクを見ても、皆さん感じ方が違うということが行き着いたわけです。 その答えを僕は分かりやすく理解していただけるためにこの本を書いたわけです。それらを総合的に検証した結果、この手、目、耳といううららメイク、ツヤメイク、リンメイクを一つ例えにしてですね、皆さんに教えていきたいと思ってこの本を出させていただきました。先代意識にアプローチする生けばらしきコミュニケーションメイクです。はい、これはどういうことかというと。 顕在的にですね、皆さんまだ感じてないんですね、分かってない、無意識の人がほとんどなんです。それをですね、えー、潜在意識のアプローチしてですね、えー、ノータイプに分けた自分の心地いいメイクを感じてもらうというふうな、えー、そういうテクニックになっている、えー、本の内容になっています。例えば、丁寧、耳、えー、これ、同じ人がですね、自分のメイクを変えていったときに、こんだけ印象が変わるということですね。 まあメイクをしたことのない方ね。一般の本当にメイクをしたことのない方でも、こうやって本講座を、まあメイクの講座を、うちのね、講座を受けていただくと、こんだけの印象の差を変えてもらうことができます。まあ非常にですね、あの、なんかこう、 低タイプって物足らぬちゃうって思う人もいてるかわかりませんし、メタイプってちょっと華やかやね、耳ってちょっとこうシャープやねとかね、いろいろ思われる方もいらっしゃるかわかりませんが、実はこれが本当のテクニックであって、この物足らないとか派手とか、そのきつめっていう、このイメージを実は自分の顔で体験してもらうことが非常に大事っていうことなんです。これを体験したことがないんですね、普通の一般の方はね。で、このなぜ3つに分けたかということをちょっと、えー 一応解説しておきますね。これはですねまずシンプルで分かりやすいまあいろんな動物占いとかカラー占いとかいろんなものに、ねえー、分けるものっていうのはいっぱいありますカテゴリーに分けられるまあ美容の場合特に多いですねだけど6つとか12とかって言われても初めて初対面で会った人にですね分かるわけないね本当に初めて初対面で見て まあ3つぐらいだったらこの方のタイプはこうでっていうことですごく理解しやすいということで3つにしてます。まあシンプルで分かりやすい。で、自分も学ぶときに3つを変えるっていうことでしたら非常に理解しやすいっていうことにしてます。それから3つの数字っていうのは3の数字というのは えー、お顔というのは立体的ですから、3次元に生きている我々は、この3という数字にすごく縁の切れない数字として不思議な力を持っているということで、まあ、よく御三家、ベスト3とか言われますけど、この3つの数字、この3というのを僕、4ではない、7でもないということで3つにしたわけです。あえてシンプルにしたわけですね。それから、ノータイプにも当てはまる。ノータイプというのは先ほど言ったように、えー、実は、 生まれ持った人間の気質っていうのがありましてよく五感って言いますね五感体感覚っていうのがあって触覚型ね触覚ってありますね触って感じるものとか嗅覚って匂いで感じるものとかそれからあの 収穫ね。今度の食べるね。味覚や、味覚。はい。味覚ね。その味覚とか嗅覚とか、それからこの手で変わる触覚。こういうのを体感覚って言うんですけど、これをまあ、ちょっとまとめて触覚っていうふうにして、体タイプとしています。それからもう目っていうのは分かりますね。視覚型、目タイプ。耳タイプっていうのは、聴覚ですね。大きく分けると、この3つのタイプに。 誰もが当てはまると言われています。っていうのを手も目も耳も皆持ってるんですけど一番優先的に使ってるのはどこかっていうことによって判断の違いが出たり同じメイクを見ても見方が変わったりするということですね、はい。それから生活のシーンにも当てはまるということです。3つのこの顔のメイクというのは実はね3つの大きな生活のシーン。例えばですよものす すごく地味に生活してても結婚式呼ばれたりパーティーメイクせなあかん時あるじゃないですかそんな時に普通に地味にメイクしてる人はあらどうしたらいいのっていうことになるわけですねだからパーティーとか華やかな場所に行く時同窓会でちょっと頑張ってやろうとかねそういうとこ行く時はちょっとこう華やかにしたいだけどあんまりそういう例えば参観日とかお母さん方のですね地元のですね会行く時に自分だけ目立って華やかにしすぎるとですね あの人目立ちすぎみたいな感じになるから、ちょっと調整を、え、協調性の出せるようなメイクに、控えめのメイクにするときもありますよね。それとか、これから仕事でバリバリ頑張っていく、男の人に負けてたまるかみたいなね、そういうことで自分を凛と立するときのようなメイク。まあ、こういうふうにしてですね、控えめなシーンとか、華やかなシーン、凛と立ち向かうようなシーン。こういう3つのシーンというのがですね、人生においてあるわけです。大きなパターンがあるわけですね。それに当てはまるのが、 目耳のこののこメイクの特徴なんですそういうふうにするとですね非常に分かりやすいということですねだからまずはシンプルで分かりやすいということとノータイプに当てはまる生活のシーンに当てはまるだからあなたがしたい時のメイクシーンに応じたメイクをきっちりとしていくとですね分かりやすいそれと一番大事なのはこのノータイプに当てはめる自分のメイクが理解できると非常にですね 自分の魅力っていうのが本来の魅力っていうのがどん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 出てくるわけです。ね、簡単には,あの簡単にはあの言ってますけどこの印象差の大きい3つのメイクっていうのはこれね「はいどうぞやってください」っていうねこれね一応まあ僕もこう一生懸命書いてで,ですね本に載せてますけどこれ今までやってきたことのない人からすると眉を変えるだけでもねなかなか変えにくいんですね。 えっとね、美容歴10年、20年、30年やってる方もね、学んでいただいてることもあるんですが、この眉っていうのは、特にそういう美意識を高い人ほど自分とはこうでやるっていうことで、なかなか変えれないんです。これ人間ってなかなかね、僕も含めですけどね、本当に眉一つでも変えれにくいんです。で、これをですね、変えれるような、この大きな印象の差をつけるようなメイクの表現をお伝えしてるのが、僕のメイク講座っていうことで、ちょっと特徴があるということだけお伝えしておきます。 まあ、プロのメイクテクニックを実はすごくふんだんに凝縮したスキルです。まあ、3つのメイクができれば、こういうふうにして、えー、あらゆる生活シーンに役立つような、1、2、3、控えめシーン、華やかシーン、凛と立ち向かうシーンの顔を作れるということ。これは一般の方がなかなかそれできないんですね。はい、だから、もう一つはですね、この3つのメイクができるとですね、 何者にもチェンジできる。ってこれが面白いところ。人はギャップに惹かれるわけです。同じ一つのワンパターンのメイクをしてるだけでなく、これ、時には華やかにしたり、時には凛としたり、ちょっとこう緩めて甘えたいような顔を作ったりっていうことが自分自身ができるとですね、もう本当にあなたらしい魅力っていうのをいつでも引き出しを持ってですね、相手にお伝えできる。見た目を相手に発信できるということですね。これは本当に僕がね、感じてることなんです。 まあ本にも書いてますけど、みかん、りんご、バナナって書いてます、ね。あなたはみかん好きですかりんご好きですかバナナ好きですかどれが一番好きですかって言われたら、みかんっていう人見てれば、りんごっていう人見てるし、バナナって言いますよね。で、一つしかないって言われたら、みかんっていうふうに選んだらですね、りんごとバナナはもういいわっていうのがこれ大概の考え方なんですね。ところが僕はこの三つのメイクのところで、みかんをいいって言った人は、 リンゴとバナナもしっかりとですね食べて比較するからリンあみかんの良さが分かるということなんです。だから、えー、っと好き嫌いする人多いと思いますけどもみかんが好きって言ったらもうリンゴ、バナナもういりませんって言うんじゃなくってみかんは好きだけどそのみかんの良さをもっと分かるために他のリンゴとバナナを研究しましょう。研究すればするほどみかんの良さも分かるしもしかしたら 付加価値として、リンゴのいいところ、バナナのいいところをみかんに合わせたミックスジュースを作れることもできる。というふうにして、いろんなものをですね、取り入れるという余裕、そういう器をですね、持ってもらいたいので、 あなたの顔の上で3つの顔をまず体感してくださいということを今までずっとやってるわけです。で、それをね、体験していただいた方はね、本当にあの実感していただけてると思います。まあそういう部分で、この3つの顔を作るということは無限の可能性を作るということになります。あなたが今までこうや、自分はこうやと思ってる自分のですね、壁を破っていくために、まず顔を変えましょう。思考とか変えましょうとか言葉を変えましょうとかいろんなセミナーあります。でもね、 僕はもう長年やってきて分かります。あなたの顔、女性の顔、メイクで変えたら、それでまず顔を変えたら思考が変わります、行動も変わりますっていうことをもう本当に、えー、僕は、ね、体感してくるんですね。だからこの、えー、3つの顔のメイクをですね、もう口うるさいほどやってくださいって言ってるんです。もう、ま、すぐにワンパターンになるから、すぐ自分の自己流のメイクに戻るから、えー、この3つのメイクをまずは学んでください。そうすると、 慣れてくると、低タイプとメータイプの間というふうにしてです、ね、このちょうど中間ぐらいの部分をメイクしちゃろっていう、こういう余裕が出てきます。そうするとですね、メイクに幅が広がってきて、流行の雑誌を見るとか、そういうものにひあのこう踊らされないで,です、ね、自分の中でちょっとこっちの方へ向けてみようかなとか、今日はこのちょっとここら辺を行ってみようかなというふうにして、実はバランスが取れるようになるんですね。 人生は白か黒かではないです。人生はグラデーションです。メイクもそうで、まずは手、目、耳というはっきりとした印象の差をあるものにを学んでいただくとですね、グラデーションできるんですね。手タイプと目タイプの間の方へずっとグラデーションしていくとかね、目タイプと耳タイプにグラデーションしていくとか、まあ、こんなふうにしてですね、非常にグラデーションすることっていうのが大事だということになります。はいであの これ実はですね、お仕事をされてる方にも大きな成果が生まれていく。これ、3つの脳タイプの思考を読み解けるっていうのが大きな特徴でもあるっていうことをお伝えします。どういうことかというと、自分の顔を3つ作るということは、相手の脳タイプに合わせた思考を読み解けるということが実はな、そういうふうにしてですね、理解が含,含まれていくっていうんでしょうか、感じていくわけですね。 これは老犬施設なんかでもそうなんですけどあの、認知症になったおばあちゃんにメイクをしていったら、記憶をよみがえったりして、涙が出たりっていうね、このね、えー、脳裏一体なんですね。脳と顔というのはねあの、無意識につながってるわけです。だから、顔がですね、低タイプ、触覚型の顔を作れば、その低タイプの思考とか、その感じ方とか、えー、その行動にちょっと引きずられていくような、 自然とそういうううううにななっっててていう、ねえー、そういううなんていくねそかな特徴があるわけです。ということは顔を3つ作っておけば今,今まで自分は1つしかなかった思考ではなく他の人の、えー、思考もですね読み解けていくっていうこれ面白いね本当にことを僕は発見したわけです。で これをやっていけばいくほどですね、やっぱりその思考を読み解けるってどういうことかというと、例えばお仕事してるときに人間関係もね、きちっとこう、よりより深く理解できるし、例えば集客とかするときにも、えー、自分が低タイプとしたら、メタイプ、耳タイプの違う考え方も意識しながらですね、文章を書いたりとか、えー、そういう発信をしたり。 もしくは、何かこう制約をね、商品を売るときとか、商品買ってもらいたいなって言ったときに、相手のノータイプに自分のノータイプを合わしていくという、相手のノータイプに周波数を合わすというね、そういうふうなことがですね、より理解できるようになります。で、もっとちょっと深く、今日はちょっと言ってるとですね、なかなか時間あれですけど、相手の好まれるノータイプが好まれる自分の 顔を作るっていう、そういう選択もできます。これ実は相関性があって、脳タイプはノータイプ、この脳タイプに好かれるとか、この脳タイプに憧れるという、そういう、ねえー、部分はあります。わ、まあ、かりやすく言うとこんな感じですね。耳タイプ、あなたはどんなタイプ、知的って言われたいですか名タイプ、かっこいいって言われたいですかそれともデタイプ、大好きとか、雰囲気でって言われたいですかっていうふうにして、大きくわけですね。 この魔法の言葉っていうのがあるんですね。で、あなたのタイプっていうのは、まあ、それは、えー、三つとも言われたら嬉しいか分かりませんけど、強いてどれを言われたいですかって言ったときに、本来の自分の脳タイプが。 だだんだんわかってくるわけですそれをですね、まあ、解説してるのが80ページにあるんですけども今日、えーまあ、どの脳タイプにを優先に使ってるかということをまずねあ,っとあなたもですねちょっと考えてみてください、えー、少し自分がこんな傾向があるんじゃないかっていうこともね考えていただくとですねお面白いと思いますよ、えー、おさわり星ね はい、これが低タイプ。それからのぞき星、分かりやすいでしょ地獄耳、ねえーまあえー。体感覚ですね。触覚型っていうのが低タイプです、えー。先ほど言いました、目タイプは視覚型、耳タイプは聴覚型。で、手は耳に、耳は目、目は手に憧れる傾向があるということです。ということは、ご自身が何のタイプかっていうことを知っておくと、ついつい好かれる方に、えー、自分が憧れる方にの人の影響を受けやすい。 逆に自分が低タイプであれば、名タイプの人から好かれやすい、そういう傾向をよく知っておくわけです。で、苦手な人もやっぱりいてるわけですね。そこを意識しながら調整を取る。まあ、こういったことで、3つのタイプのメイクができるとです、ね、人間関係のバランスをよく取れるようになりますね。理解ができるようになります。はい、そんなことでですね、ちょっともう一回、詳細にお話しすると。 えー、この脳タイプのこの脳のね図を見ていただくと低タイプの下っていうのは頭頂葉というところがすごく発達してるというかそこを優先的によく使ってますだから、えー、ゆったりとした時計をお持ちで、まあ、いかに楽しいかっていうのがメインにですね、えー、物事を判断する癖があります、まあ、雰囲気で勝負っていうのはこれは自分の雰囲気ですねだからメイクも雰囲気で勝負っていうのが好きですね ででね魔法の言葉なんですよ大大大好好好きききってなんなこの商品大好き大好き大好きって大好きっていうのを連発してる人はねほとんど低タイプです。それから大好きって言われてねもうねもうめっちゃ嬉しいみたいなことを言われる人も低タイプが多いですね。はいそれから、えー、のどき星ねこれは名タイプ。これはもうね僕見てくれてわ分かります。今日ね、えー、分かりやすいようにこういう柄物を作って。 使ってみましたこんなふうにしてちょっとこう目立ちたい人はいろんな色を取り入れたものとか、えー、デザイン性のいいものねそういったものそれから、えー、流行の最先端を言ってるものとか希少価値の誰も持ってないものを持ちたいっていうそういう習性があります時計としてはねせっかち時計なんですだからもうとにかく速く走りたい今しゃべってるのも結構せっかちにしゃべってるでしょまあこれはですねあの時間があるんでちょっとしゃべってますけど本来はよく っっくりとしゃべってほしいのが低タイプそれからじっくりと物事を聞きたい人は耳タイプなので僕みたいにこうやってバーッとしゃべるとですね本当は嫌がられて分かってるんですがちょっと時間の問題でしゃべりますで耳タイプはこれじっくり時計ということで考え方で勝負をしたいわけですねだから知的ですねとか言われたいし、えー、物事の矛盾というものをですねものすごく理解するのがたけてます だからいかにですね、評判を取るかということなんかを、えー、ものすごくこう自分のメインにしてますから、裏話、例えば何か噂話されて、自分のことを悪く言われてるっていうのを一番嫌うんですね。だからすごくこう地獄耳で、えー、何にも聞いてないふりして聞いてますっていう、こういう方はね。だからセミナーなんかで僕がお話しするときに、この耳タイプの方やなと思ったときには、必ずきちっとした資料を揃えて、資料を お渡しして、その資料に矛盾がないかをきちっと理解してもらうまでお話しするというね、そんなふうにしてタイプに分けてですね、実は僕もいろんな努力をしているということです。まあ、ざっくり言いますと、まあ、こんな形で83ページの82ページにもこういうの載ってまして、ノータイプの診断表っていうのも付けてます。まあ、今日はちょっとこれ全部できませんので、あのいやらしいですけど、一人 つつか二つね、雰囲気、匂い、空間作りっていうのがね、これ一番上ね、お店に入ったら何が気になるかということです。それから、えー、人を見たら最初に気になるのはどこですか雰囲気、匂い、それとも見た目、ファッション、色、礼儀作法などの対応、言葉遣いとこういうふうにしてね、ちょこちょこ,この、えーっと、その丸をつけていくわけですね。 で、最終的に、まあ、ここにあります。待ってっと20分待たされたとき、普通にイライラせず待ってるとかね。えー、20分が長く感じるとか、イライラするとか。この H っていうのは、ね、先ほど言った体,体感覚、体です。ハンド。で、名っていうのはね、M っていうのはね、名です。で、E っていうのは、あの、耳ね。だから、手、名、耳の順番に流れていまして、このアンケートにですね、丸がついていく数が多い人が、実はその傾向があるということを、えー、僕がこれ今、 お話してるわけですね特に、えー、問いの十二営業のされ方のポイントここね実はあの大事でお仕事される方はここはちょっと必見ですね何かこう商品を買っていただく時の殺し文句っていうのがね誰でもあると思いますがここをちょっと理解しておかないと、えー、難しい。 例えば、名タイプ、僕なんかはですね、えー、損得。<laughs> 損得。これ今持っといたら得かなとかね、これ持っといたらなんか、えーとおかまあ、もちろんこのお金で書いてるのは何かっていうと、あのすごくこうお得になるとき、ね、限定版とかね、そういうのがすごく響くわけです。だけど、名タイプ、あ耳タイプの人なんかは比較プロセスって書いてますように、これを買ったときのなんかこう、こだわりにあるわけですね。例えば、化粧品で言うと、この化粧品のこの 製法の仕方がちょっとすごく歴史があって、ね、間違いない成分が入ってるなとかねいろんなデータとかそういうものがですねそ、えー、ってると非常に購入しやすいわけですね。で低タイプの人はどちらかというと、まあ、あなたが言うんだったらもう仕方ないもう信頼して買おうやということで人間関係が出来上がってると別にその損得、えー、とかねそういう比較データなんかもそんなにいらないんです。 だからまずは人間関係を作るっていうのが非常に大事。時間をかけるっていうのも大事ということがこれで分かっていただけると思います。あとはですね、お化粧のこだわりとか書いてますが、まあ、先ほど言ってますように、ナチュラル的な雰囲気メイクっていうのが低タイプ。えー、それから名タイプは綺麗さとか色をいっとり入れたいので、目立ちたいわけですね、えー。これは名タイプは華やかメイクですね。で、えー、聴覚、耳タイプ。これはですね、眉などにシャキッと感が出てる人多いんですよ。 顔は柔らかいのに眉尻だけがすごくちょんちょんになってるとか、それとか、えーまあ、基本的にね、アートメイクね、アートメイクをパシッとやってるような人は、ね、結構耳タイプ多いですよ。まあ、これはあのもちろんね、あの便利やからやってるという人はいてますけども、やっぱり、えー、なかなかやっぱり耳タイプの方が多いです。こんなふうにしてですね、まあ、このノータイプを診断する表もあるので、これがですね、ご自身はノロタイプが傾向かっていうのをまず知ってもらうということが大事です。 で、知っていただいたら今度は自分の脳タイプの特徴も知る。しっかりと認識する。これが大事になります。まあ、今日はちょっと特別にちょっとずつ、ちょっとずつ、これもちょっとずつ <laughs> あれ、ちょっとずつサで。はい。おさわり星ね、ちょっと整理していきましょう。時計ね、ゆっくり時計、せっかち時計、じっくり時計ね。これ特徴です。この特徴をね、頭の中に叩き込んでください。そうすると、えー、自分の タイプが僕は名ですから、名タイプで耳タイプが来られた、低タイプが来られた。もちろん、名タイプが目の前におった、大体感触的に一緒なんでよ分かりやすいです。だから、違うタイプの方に意識を回すっていうのが非常に大事。まあ、一つのコミュニケーションで言うと、思いやりになるか分かりませんね。自分が名タイプでせっかち時計を持っているから、低タイプの方はゆっくり時計に合わせてあげよう。ゆっくりとお話をしようとかね。それから、耳タイプはじっくり時計だから、 じっくりと解説をしてあげようというふうにして自分の立場でものを考えるではなく違うタイプのノータイプに合わすとこういうことになりますまあ服装もそうですね気にしないとかね着心地とか低タイプですねえ耳タイプの人は定番とか評判のいいものとかねまあ,あの僕も絵なんでちょっと今省略しましたけどどちらかって最先端とかデザイン性とか人があんまり持ってないものそういうものがすごくやっぱり好きなんですねはい まあそんなふうにしていろいろとですね、解説するとこれ気になりですが、最後、人間取扱説明書、これ、ある人はですね、この本のここのページだけでもえ持っといたら、すごく虎の巻になりますよというね、人間関係を良好に構築していったり、人間関係をスムーズにするコミュニケーションをスムーズにする、それから自分のメイク、見た目をですね、人間関係に合わせて えー、どういうふうなメイクをしていったらいいかとか、どういうメイクをして、どういう会話をしたらいいかっていう人を一覧表にした表なんですね。で、これがですね、まあえー、ちょっと営業のさり方、ちょっと先倒りますけども、こんなふうにして、人間性とか、をですね、損得感情、優先とかお金とか比較プロセス書いてます、先ほど言ったところですね。これ、電話、会話、メール。これも多分気づいたことないですかなんかあの人、すごく単発な、えー、 絵文字一つで終わってるようなメールで返してくるなとかね。これ結構名タイプなんで僕なんですよ。長い文章とか書かないんですよね。まあサクサクっと、サクサクっといきたいわけです。ところがですね、もう前置きが長い人もいてるわけです。あ、すいませんね。人間タイプ。これね、人間性から言ってるので、A タイプの人前置,き前置きが長くてですね、特に感情的になりやすくて。で、なんやかんや何を言いたいの結論がないわけですよね。ってね。まあ、これ悪口言ってるんじゃないですか。こういう傾向があるということですね。それからこう耳タイプの人はですね、矛盾を感じたさせたくないので、 やっぱり周りくどく事情をきちっと説明して長々と説明してくれるわけです。これはありがたいんです。はい、ありがたいんですけど、まあ、僕らからするともう分かったから結論だけ先言ってみたいになるわけですね。まあ、こういうこともちょっとねあの理解しておいていただくといいと思います。だから周りからすると僕らみたいな人はもうとにかくせっかちでもうちょっと落ち着いてやってよみたいな,な感じで思われてると思いますよ。 はい。まあ、そんなふうにしてですね、三つの顔で無限の可能性を作るというね、今日はお話を少し理解していただけたんじゃないでしょうか。この三つの顔を作ることによって、もちろん恋愛とか結婚とかですね、お仕事、経済の豊かさとか人生のこの運気っていうのがね、ものすごくやっぱ上がっていくということが僕はもう、え、これ、 必ずあの断言しときます。ひったった一つの顔を変えるだけでも皆さん良くなっていくのに、これ三つの顔がですね、自分でできるようになるということはね、まあ僕が集大成って言ってるだけあるんです。僕らはメイクを習った時もですね、もうまずは印象の差を変えるためのテクニックを 分かりやすく言うと3つぐらいやったわけですよ、今みたいにやったわけですね。キュート系っていうんですね、キュート系で雰囲気のあるメイク、それからエレガント系でこうパーティーメイクなんかのメイク、それから凛としたメイクっていうふうにして、大体3つの大きく分けたら3つの傾向値があるわけです。それを僕らは学んでやっぱりやってるので、一般の方もです、ね、ぜひこれをです、ね、していただくと、非常に、えーまあ、得意になりますよっていうか、あなたの人生にはもう間違いなくプラスになりますよということです。はい で、あなたが今からすることは何でしょうかはい。一回、せっかくこれを見ていただいてるんですから、まずはあなたの脳タイプを知ってください。これ一生ものです。あなたの脳タイプっていうのが分かることによって、これから人間関係ね、後々のまだこれ、こう、まだまだこれ、えー、人生長いわけですから、これを知っておくだけですね。まず自分の脳タイプをするとですね、特徴も分かるし、 あ、なるほど。なぜ僕がこういうふうに、え、神さんからいろんなこと言われるんかということも、すごく冷静に、沈着に、え、わかる、理解ができるようになります。まあよくね、あの、夫婦なんかでよくね、価値観が違って離婚する人多いですけどね。価値観っていうのも、脳タイプが違うと多少やっぱり、わかり、分かれるわけですよね。そういうことをしっかりと理解する。これはお客様との関係性もそうですしね。はい。で、3つの脳タイプメイクができるようになるとですね、この3つの脳タイプへの対応術が 分かるようになりますなぜかというとこのノータイプの耳タイプの人に好かれるメイクはこのメイクでいこうこういうふうにです、ね、自分の顔を変えていけるわけです分かりますかねそれから職業的なブランドカラーってあると思いますけど同じように職業柄に応じたメイクも3つの中でどこをチョイスすればいいかということも自分で冷静に判断できますそういうことで人間関係が良くなったりお仕事に生かしたり人生の運がアップしますよと。 いうことになります。はい。ということで、えー、まあ今日はちょっと長々と話します最後にですね、えー、今そういうふうなセミナーをですね、えー、より深く深掘りしたものをずっとやっておりまして、えー、ま,あまずは、ま、有名行くというのがあって、出版のですね、えー、この1週間ごとに全5回送っていくという、えー、こういうふうな えー、クローバー出版のですね、オンラインス講座というのもやってます。で、この1対1の完全個別講座っていうのがですね、通常3万3千0を出版で記念で2万2千でやってます。で、グループ講座っていうのが、えー、2万2千0のところ1万5千でやっております。が、今ですね、実はキャンペーンというのをやってましてですね、今日は特別に皆さんにお伝えしたいのが、まあ、これは一緒なんですけど、1対1の、えー、完全個別の 講座これ、僕の本を持っていただいてるだけですね、実は。相当お得でしょ2万2000円が1万5000円になるわけですね。だから、本買ってください。まだ、まだの人は。もうズバリ言います。こういうふうにして、ストレートに買ってくださいって言う,言う、ね、タイプって分かりますはい、これ、名タイプなんですね。<laughs> はいまあ、そんなふうにして、まあ、これ、例えば、本をまだお持ちのない方は、ぜひ。 このになってください1500円で、すすね、はいあの Amazon、で、えー、やっておりますで本があると、すごくこういうこれから僕の講座っていうのは、すごく理解がね、してもらいやすいということです。はい。ということで、えーまあ、QR コードを読んでいただいて、詳細はこちらへ飛んでみてください。それからですね、本日のみの受講者と、本日のみですよ。もし、えー、今日ですね、これをご覧になっている方が、たまたまここに見てくれて、そして、えー、この講座興味あるわっていう方はですね、 ぜひぜひ、この、はい、メルマガに登録して、これ今だけ20%オフキャンペーンで、実はメルマガ会員さんの方、えー、に今やってまして、これが20%オフなので、非常にお安くなっております。これはもう本当今だけでね、メルマガに登録していただくだけで20%オフのキャンペーンというのがやってまして、えー、こういう講座系はですね、こうやって20%オフ。 だから、よりお安く受けられますので、ぜひ、えー、登録してください。まだメルマガ登録していただいてない方は、これ、読むほどに心を潤う化粧メルマガ講座それから、新しい美眉が描けるメルマガ講座というね、2つやってますんで、どちらでも結構ですね、えー、これを、えー、QR コード読み取っていただいて、メルマガを 取ってくださいそして、メルマが取ったよっていうことでしたらメルマが会いんですっていうことでもしこの僕のこれからの講座に参加されたい方はぜひ一言添えてしてください。はい。それからですね、えっとまあ僕のその先ほどの講座、えー、1回受けていただいてる方もいらっしゃるかも分かりませんしちょっと僕誰見ていただいてるか分かりませんが、えー、何回受けていただいても結構です。えー、そのメイクの講座だけでなく僕の結構ね、あの 講座はですねやもちろん人間関係の悩みもあるし、えー、お仕事の悩みもあるしね、いろんなあの悩みは人それぞれ違います。で、それをの悩みをアドバイスするために、まあ、メイクの力を使ってこういうふうに見せ方をしましょう。それからこういうふうな考えを持っていけば、えー、うまくいきますよみたいな感じのアドバイスなどをしてます。はい。ということで今日もたくさん長い時間見ていただきましてありがとうございました。また来週の。 えっと来週の日曜日、ね、お会いできたらと思います。はい、それでは、えー、また、来週の日曜日ね、はい。お疲れ様でございました。どうぞ良い日曜日を楽しんでください。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。